工場成分は白鳥在プシロン星の3度から5度ほど南に東西に約3度の間隔で向かい合った半個城の参考成分である。明るい東側が NGC6992 から後西側が NGC6960 であり、数万年前に爆発した超新星残骸のガスが毎秒 100km で広がっている姿だと考えられている。 肉眼では大変淡いがカラー写真にはよく映る。近傍の IC1340 と合わせて白鳥ザループと呼ばれることがある。理科年表国立天文大変丸全出版。平成25年代86冊。131ページ。ISBN 978から4から621086063。AB、シンバド、アストロノミカルデータベース。 リザルツ・フォー・ベール・ネビューラ、2015年6月22日、閲覧。ウィリアム・ブレア、ピアッシング・ザ・ベール、ヒューズ・アブザーブス、エースター・ビハインド・ザ・シグナス・ループ・スーパー・ノバレム・ムナント、ヒューズ・サイエンス・サマース、2015年6月21日、閲覧。巨大画像で見る、巨大な白鳥・ザ・ループ。アストロー・ハーツ、2015年6月18日、閲覧。ありがとうございます。